和歌山城、和歌山城は、和歌山県和歌山市一番町にある日本の城、平山城である。徳川後三屋の一つ、紀州藩紀州徳川家の居城である。城跡は、国の史跡に指定されている。和歌山城は、和歌山市の中心部に位置する標高48.9メートルのトラブセ山、トラフス山に建造され、北部を流れる木の川を天然の堀とする。 本丸の北側に二の丸が廃され、その外に大きく三の丸が廃された、はしご格式平山城である。徳川頼信は1621年、元那7年より城の大改修と城下町の拡張をはじめ、計画では完成時よりさらに大規模な城構えになる予定であったが、大規模な改修であったため幕府より、無本の権威をかけられほどであった。しかし、 不可老、安藤直司の弁明でことなきを得た。また、外堀も拡張して総構えにしようとしたが、幕府より権威をかけられ中止させられてしまったため、堀止めの地名が残っている。あと、数度の火災にあったが、その度に再建された。現在、城跡として現存しているのは、最盛期の四分の一ほどの面積である、城の北側から見た図。その他、 特徴としては時代によって異なる石垣の積み方などがある。それに、豊臣、浅野時代の石垣には刻印された石垣石がある。模様は約170種類2100個以上の石に確認されているが、その大半が泉砂石である。現在は本丸と二の丸が和歌山城公園となっており、本丸南西部には和歌山県五国神社があり。 南の丸には、和歌山公園動物園がある。主に、三の丸跡等には、和歌山県庁舎、和歌山市役所や和歌山市消防局、和歌山地方裁判所、和歌山家庭裁判所、和歌山地方検察庁を、はじめ公的機関や学校、商業施設、オフィス街、和歌山中央郵便局、県立近代美術館、県立博物館などがある。移行として石垣、 堀をはじめ、公園内には、岡口門と土塀、追い回し門が現存している。中でも岡口門と土塀は、国の重要文化財に指定され、二の丸にある奥巣は、和歌山県指定天然記念物である。また、大正天守軍とそれに続く矢倉、門、大手門、一の橋が復元されている。豊臣秀吉の弟、秀長は、1585年。 天正十三年の奇襲征伐の副将として三、人死、平定後に、伊伊、泉の二カ国を数をされた。当時は、和歌山と呼ばれた、この地に、秀吉が築城を命じ、自ら、吹上げの峰を上地に選定し縄張りを行った。不審奉行に、東道高虎、補佐役に、羽田正地横浜両喜びを任じ、一年で完成させた。 この際に和歌山と改められている。1586年、天正十四年、桑山重春に三万国を与え城代に据えた。重春は本丸を中心に手直しを行った。1596年、慶長元年、重春隠居に伴い孫の和春が城代を継いだ。1600年、慶長五年、関ヶ原の戦いの後、東軍に属した。 桑山和マは、正式に、キー・ワカヤマに二万国を与えられたが、間もなくして、大和新城藩に天法となった。その後、同じく東軍に属した、浅野義長が、軍港により三十七万六千国を与えられ、奇襲藩主となり入城した。義長も引き続き城の改修を行っている。一六百五年、慶長十年頃、下見いたばりの天守が建てられた。その後、 長明が、土塁から石垣に改修した。1619年、元那五年、朝野市は海域となった、福島正則の後、広島藩に火蔵天保となった。代わって、徳川家康の十男、頼信が五十五万五千石で入城し、南海の鎮となる、古三屋の紀州徳川家が成立した。頼信は、兄の二代将軍、徳川秀忠より、 銀五千貫を受領し、これを元で千六百二十一年、元那七年より城の改修と城下町の拡張を開始した。しかし、この改修が大規模であったため幕府より、無本の権威をかけれるほどであった。千六百五十五年、明暦元年十一月、西の丸に隣接する、家臣屋敷より出荷。西の丸、二の丸に延焼した。千八百十三年、 文化10年には、西の丸大奥より出荷し西の丸五点が全焼した。1846年、高貨3年7月26日に雷雨があり、天守グルワに落雷。五点を除く、大正天守など本丸の主要建造物が全焼した。当時の武家諸法都では、天守再建は禁止されていたが、五参加という価格により特別に再建が許可され、1850年、 開栄3年に大正天主等が再建された。1871年、明治4年、全国上郭尊廃の処分並み平地等染、定方廃城令により、廃城となり、多くの建造物が解体もしくは移築された。二の丸御殿は、1885年、明治18年に、大阪城へ移築され、1931年、昭和6年より、 大阪手芸品館、奇襲5殿として使用され、戦後米軍施設として使用中1947年、昭和22年失火により消失し、1901年、明治34年に本丸、二の丸一帯が和歌山公園として一般開放された。1908年、明治41年、木内の二の丸に和歌山県立図書館が開館。 1931年、昭和6年に国の史跡に指定され、1935年、昭和10年には天守など11棟が国宝保存法に基づく国宝に指定された。しかし、1945年、昭和20年7月9日のアメリカ軍による大規模な戦略爆撃、和歌山大空襲により天守などの指定建造物11頭、すべてを消失した。 1957年、昭和32年、岡口門とそれに続く土塀が国の重要文化財に指定された。翌1958年、昭和33年に、天守軍が東京工業大学名誉教授、藤岡道夫の指示を受け、鉄筋コンクリートにより再建された。1983年、昭和58年には1909年、 明治四十二年に老朽化し崩壊した大手門と和幸橋が復元された。2006年平成18年4月、二の丸と西の丸を結んでいたとされるお橋廊下の復元工事が竣工した。また、同年4月6日、日本城郭協会から日本百名城62番に認定された。2010年平成22年6月から、 2011年、平成23年2月にかけて、大店主や店主車の一部に対し、クリーニング及びサイト層を実施した。本丸御殿は、虎伏山の頂上付近にあったため、藩主は二の丸御殿に住むようになっていった。初代、徳川頼信と、正室、陽林院、加藤清正の娘、十四代、徳川持ぐと、正室、林宮、のりこ城、 伏見の都に新皇の娘が邸宅に定めた。また、林宮、のりこ女王が住んだため、宮様御殿とも称された。1621年、元那7年に作られた、本丸庭園には、宝船を模した七福の庭があったが、給水場設置に伴い、1923年、大正12年に、松の丸へ移築された。 天守グルアは菱形に近い平面をしており、基壇の面積は2640メートルある。天守は大天守と小天守が連結式に建てられ、さらに天守軍と二棟の矢倉軍が渡り矢倉によって連ねられた連立式と呼ばれるものである。姫路城、松山城と並んで日本三大連立式大来山城の一つに数えられている。1850年。 カ営三年再建当時の大天守は三十三階で、天守大平面が菱形であるため、初茂に記憶入りもや破風を用いて二十名以上の平面を整えている。南面に入りもや出窓があり、初茂には曲線的な石落としが付けられていた。消失した天守の創建年は不明であるが、それについては、浅野義長が創建したとする説、1六百年。 慶長五年地区とより信が建てしたとする説、1619年、元奈五年地区がある。総賢治は、下見板張りの壁面であったと考えられている。1847年、後海四年に消失した際、大天守を五重にする案も出され、天守ひな形、木組模型と図面が作成されたが、幕府への遠慮と財政難のため、構造は、 先代天守を踏襲し外部壁仕上げを、下見至りから白漆喰く層塗り込め名衣装を変えるに、留まったものとみられている。天守は、国宝、旧国宝に指定されていたが、和歌山大空襲で消失し、現在のものは、1850年、海江3年の天守再建時の大工統領、水島平次郎の子孫である英三郎が所蔵していた、天守図と、 五天不信格張りを参考にして1958年、昭和33年に再建されたものである。復元には、東京工業大学名誉教授、藤岡道夫の指示を受け、鉄筋コンクリート構造による外観復元とされた。復元設計にあたり、参考にされていた文献や図には、天守軍の高さが記入されていなかったため、消失前に撮影された写真に映る。 他の建造物との高低費から、天守軍の高さが算出された。初代頼信と十四代、持ち継ぐ以外の藩主は、二の丸御殿に住んでいた。また、二の丸御殿は、江戸城、本丸御殿を模していたため、兵、中奥、大奥に分かれていた。また、大奥があるのは、江戸城、和歌山城、名古屋城のみである。兵は、紀州藩の藩長、中奥は、 藩主が執務を行う、普段の生活空間、大奥は藩主の性質や側質たちの居所として機能した。現在、二の丸御殿の表、中奥に相当する場所は広場として開放され、大奥に相当する場所は芝生が養生され整備されている。和歌山城西の丸庭園は、江戸時代初期に西の丸御殿と共に作られた日本庭園で、 紅葉形庭園とも呼ばれる藩主の隠居所であった。城の北西六という地形を生かし、遠魚閣や二段の滝が設けられている。しかし、戦災で天守などと共に消失しその後、図面などをもとにして1972年、昭和47年に遠魚閣が再建されたが、おはしろうか復元の際に、再び庭園の池などの調査を行った。それによると、園魚閣は、実際には、 現在の場所ではなく、池の中央付近にあったと推測されている。また、松下幸之助から、茶室くれない昭案が寄贈されている。西の丸庭園は、江戸時代初期の遺構を残す大名庭園として、国の名称に指定されている。また、鶴の景門関に、朝野時代の鶴の景庭園跡がある。西の丸庭園前の山吹谷は、徳川時代までは水堀であった。 藩主が生活している二の丸と、庭園がある西の丸をつなげる、傾斜のある橋。藩主が移動するのを気づかれないために、壁付けになっていた。江戸時代の図面をもとに復元されているを折り、実際に通ることができる。奇襲藩の重心である水野家や安藤や三浦家などの上流藩主の邸宅が立ち並んでいた。廃藩地県の後は、公的機関や学校、商業施設、 オフィス街になっている。東堀沿いの石垣には、かつて、多門矢倉が建てられていたため、城兵の昇降用の長大な岩木が残っている。松の丸矢倉台から初代、頼信が、奇襲富士、龍門山を眺め、故郷の駿河国を忍んだと言われている。時代により、石材や積み方の技法が異なっている。豊臣秀長の時代は、 緑色変顔を中心とした自然石を切り出してそのまま積んだ野面積みの石垣が作られた。朝の吉永の時代には、友ヶ島等に石切り場を整備し、石を打ち書いて加工し剥ぎ合わせて積む打ち込み剥ぎの石垣が作られた。徳川期には熊野の加工半岩を用いて、切り石で精密に積んだ切り込み剥ぎの石垣が作られた。以下の建造物は、 国宝保存法に基づく国宝文化財保護法における重要文化財に相当に指定されていたが1945年昭和20年7月9日戦災で消失した。2012年度から高齢者や足の不自由な障害者向けに天守入り口まで電動車椅子で案内するスタッフを常駐させる。和歌山城再建の際、松下幸之助。 和歌山県出身は、最も多額の寄付をした。篠の川でも、松下の寄付を期待しており、二の丸の復元を依頼しようとしていたが、寄付をするので天守閣に、ナショナルの看板を掲げさせてほしいと冗談を交えて、和歌山市に打診したという。水戸公門、暴れん坊将軍、影武者徳川家康、徳川風雲六八白将軍、吉宗。 天下騒乱徳川三代の陰謀、逃亡者おりんなどの時代劇を中心に撮影が行われている。中でも徳川家や吉宗に関するものは多い。奇襲の殿様を歌った、同様、マリと殿様、作詞、西条八十、作曲、中山新平が木内のチャイムに使われており、八十直筆の火碑が天守前広場に設置されている。 再建50周年の城郭整備基金の寄付証書としても発行された。マリと殿様のチャイムは午前7時、午前9時、正午、午後3時、午後5時、午後9時の1日計6回鳴らされる。午後9時のみ、ドボルザーク公共局第9番、新世界よりの第2章、イエジをアレンジしたチャイムである。このイエ路チャイムはかつて午後10時に鳴らされていたが、 近隣住民からの苦情に伴い2010年頃を境に取りやめた。2018年5月8日より午後9時チャイムのマリと殿様を代替する形で復活した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。